大畑です。よろしくお願いします。下根です。お願いします。お願いします。圧倒的な突破力、器用さも兼ね備えるプレーはまさに超高校級。体も強いし、パスも折れるし、足もあるし、まして初戦はキックも蹴るし時代は進化しない。未来のジャパンラグビーを担う逸材はすでに高校卒業後トップリーグとのプロ契約も決まっている。しかし島田のラグビー人生は順風満帆ではなかった。4年前ラグビー強豪校に入学するもすぐに退学、アルバイト生活を送っていた。いろいろ入ってみるとやっぱその雰囲気とかも僕の中では馴染めなかったんで。これからどうすれば。そんな時手を差し伸べてくれたのが武田監督だった。まあ、最初は全然やっぱその学年違うっていうのが校の中でずっとあったんで、1ヶ月ぐらいはずるずる休んだりしてたんですけど、僕のことをずっと見捨てずに連絡してくれて、やっぱこの人裏切ったらあかんな。寮生活では悩み事があると武田監督と一緒に風呂に入り相談に乗ってもらうこともあった。僕の中ではもうお父さんみたいな感じですね。同じ目線に僕がなってリスペクトもしながら、まあ、寮に入れてゆっくりこう彼の話を聞きながら人間の疎通ができて、そこからの始まりですね。いやもう正直全然来たくなかったですほんまのファミリーみたいな感じですね寮は。温かく受け入れてくれた五瀬ファミリー、その感謝の思いを込め花園で誓うはただ一つ。一番は日本一取って武田先生を胴上げするっていうのが僕たちの目標でやってたんで、まずそれをすることが夢です。新たな道を示してくれた恩師へ届けたい日本一。開始早々ペースを握ったのは東海大大阪仰星。伝統の展開ラグビーで五瀬陣内に迫ります。これが仰星スタイル、前に出ます、前に出る。それでも立ちはだかる五瀬の黒い壁、途切れることのない波状タックルで相手の攻撃を跳ね返すと、前半7分谷中のパスに沢口。さあ田口が自らキック、走っていく、走っていく、沢口ボールをまた蹴ってトライを告げました。指先で抑える執念のトライ、先制点を奪います。トライ。その後も攻める東海大大阪仰星に対し五瀬も前へ前へ、積極的なディフェンス。これぞやはりね、こう五瀬のディフェンスの特徴ですよね。前に強く、そしてね倒さないんですよね。ボールを一度ねこう掴んだらしっかりと離さずに前に出ていき、そして終われば自分たちのボールにするというね、本当鉄壁のディフェンスですよね。こう前に出るのに穴が開かないのがすごいですね。そうなんですよ、本当に、ね、コミュニケーションが素晴らしいですよね。7点リードのまま前半を折り返します。一進一退の攻防の中、後半2分島田がチームに勢いを与えます。1人ぶちかまし、2人ぶちかまし、超高校級の突破を見せるとチャンスをつなげ、最後はキャプテンの石岡。石岡キャプテン、石岡キャプテン、プレー。隙間をつきました石岡のランであります。華麗なステップで相手ディフェンスをかわし、貴重な追加点をもぎ取ります。五瀬は最後まで鉄壁のディフェンスを見せ、強豪相手に完封勝ち。ここでノーサイドの笛が鳴りました。恩師と挑む最後の花園、日本一への挑戦はまだまだ続きます。試合終わってみて今どういうふうに感じましたか。体でやっぱ負けたくないっていう気持ちが一番強かったんで、まあ、しっかり前に出てアタックもディフェンスもできたんで、そこは良かったかなと思います。その僕たちは武田先生を日本一の監督にするっていうのが目標でやってたんで、まあ、そこは勝ててすごく嬉しいです。